金沢市で仏壇や仏具などを一堂に展示販売する大仏壇博が始まりました。金沢市の県産業展示館2号館で始まった大仏壇博、会場にはおよそ300の仏壇が並び、仏具や神棚、墓石なども展示販売されています。中でも目を引くのが経済産業大臣賞を受賞した金沢仏壇です。7人の熟練した職人が1年半かけて制作し、値段は1800万円です。一方、最近は仏間のない家が増えたため、部屋に馴染む家具のような仏壇の人気が高まっているということです。金沢仏壇はじめ、漆を使ったもの、金沢金箔を使ったものとか、いろんなものがございます。なるべく早めに来ていただいた方が、売れ行きの商品も続出してきますので、見ていただいて、決めていただければいいと思います。大仏壇博は入場無料、金沢市の県産業展示館2号館で今月21日まで開かれています。